ビークスネークのカードですね。いきましょう、ルーザーズトッペと。あれか、もしかしてリョペイ選手 R っていうキーコンを作ろうとしてミスター R 選手と被って作れなくてっていうことですかね。そういうことか。で、リョの Y まで入れたということかもしれないです。さあ、下今日先端からコンボを伸ばしてアイテムキャッチ、お見事。空中前から駆け上がり、反転しながら崖を上がって手榴弾の取り回し、おっと針を意識したか、ちょっと巻き込まれるような形になりました。崖下に落ちて不審でニフレを狩りに行ったか横京。下からの復帰はどうしても移動回避を使う展開が多くなるスネークですから、そこにリスクをつけに行ったというところでしょうか。針を貯めて空中前、外に追いやっていく。 DA ヒット、針上行確定ですね。シークの定番撃墜コンボ。ただこれを決めるか決めないかでは、一気に多分シーク側としてはやりたい試合にできるかどうかが変わってくるでしょう。はい、そうですね。まあサイファーを出される前に針を当てることができればかなり一気にこっちのもんですよね。そうですね。攻撃強化狩り、さあ復帰の展開です。シーク体重が軽いファイターなので、そろそろ植木を警戒しないといけない頃合いでしょう。もう多分これでこれはもう、ね、もう次はなさそうですよね。空中前からクーエヌに繋いで、さあダイヤの上、植木を見せる。シール弾爆発、持った状態でダイヤに逃げるっていう行動にあんまり強気に いかないところ。なるほどなるほど。手堅いですね。からのクーエ落としからコンボをさらに伸ばしたいところでしたが、1フレームでも隙間があればシール弾が割り込んできます。対空でもね、シール弾に技を当てないようにスネーク本体にだけね当てるような繊細な毎回ですね。DA で耐えている。これも長魚の緩和、面白い。ガードさせて一回、うーん、これはしょうがないですね、はい、さあ崖展開でストックを奪って五分状況。シークやっぱりどうしても撃墜が簡単なファイターではないので、ここからが難しいところですが、受け身を取っている。 あっと逆に相打って、そうですね、今ちょっと位置どっちが自分なのか難しい展開になっちゃって、はい、若干反応遅れちゃった感じですね。おお、そこで超魚が飛んできた。おお、移動回避しない崖離し、反転から感性も反転して手榴弾を出しながら上がってくると、はい、手榴弾こう背面側に持つことになるので、できれば相手に背中を向けながら手榴弾を生成できると有利と。そうですね、より巻き込みやすくなるんでね。空中下、下京、これは先端、はい、しっかりと内側に飛ばして、下京先端の前管理も完璧です。ミスター R 選手、手榴弾だらけ。この紛争地帯をどう越えるか。横京打ち抜いて、前の対空、空上落とし、地面に到達して着地硬直が発生する前に回避が出る。しゃがんで待ってジャンプ。そうですね、手榴弾にかなり押しやらない状況になった時でもシークは結構上から強くラインを回復するっていうタクが強く使えるので、シークらしい機動力を生かしていく。さあダブルアップも通して崖展開、これはまずはクエヌ、次もクエヌ。ジャンプを切るタイミングを若干変えましたね。回避上がりも見えている。 あっと、これはちょっと位置をミスってしまった感じですかね、はい、移動回避で崖をつかみたいところだったんですが、ミスター R 選手不審の圧もかけて、はい、まずは1本目取っていきました。さっき不審も置いてますけど、はい、下からの、移動回避で崖をつかむっていうところに、はい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 、クーエヌとかも置いたりしてるんで、タクが豊富ですよね。決して一辺倒ではない、だからこその展開継続であると。そうですね、だからこそああいった相手のミスを誘発しやすいといったところもありますかね。さあというところで、1試合目は結構お互い不慮の事故というかですね、散見されましたけど
今度はどうなるか。ステージファイター変更はありません。小戦場で飼育対スネーク。おー、いきなりジャストシールドの音が鳴り響く。打ち返しから針を貯めて手堅くスタート。ジャストシールドをスタスまで取ります。単発のダメージを意識した判断でしょうか。針が溜まって手榴弾は投げ返しながら、まずは透明、針を溜めてから前に出るミスター R 選手の飼育。空中上の対空、飼育のようにかなりね軽いキャラクターになると手榴弾、ま、2発当たってしまうとね、もう寿命の3分の1なりをね消費してしまうことになるんで、そうやすやすとは被弾できない状況です、ね、おお、カクテルっぽかったです ねピタゴラスイッチ、ニキータから上京ストック先生、おい空前で暴れてるし、なんなら長距離で体育して、はい、回避ないしは暴れに差しに行った長距離だったかなというところ で、ね、なんか先ほどからジャンプとか差し込み読んでのスネーク側の空前の置きっていうのも見られるんで、かなり攻撃によってますよね。お互いにかなり攻めっ気を見せていきます。空中しろ、前が刺さって手榴弾拾いながら、スネークの空中攻撃発生はまあ空下以外はそんなに早くないものの、一度発生してしまえばね、このように判定が非常に硬いものになっているので、まあ空中しろすごいですよね。あれなかなかシークの対空に対して先に置くことができれば判定部分で勝っていけると。しかもまあ持続もね、コンビニ行って帰ってこれるっていうネタがあるくらいには持続も長いですからね。空母に関してはしかも発生した直後より持続部分の方が吹っ飛ばしが高いっていう、はい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 、謎の仕様もあるので。さあただ籠城モードに入ったリョペースネーク、なかなか崩されませんが、そして機動力を生かして DA を落としていった。何やら不穏な物体も、そうですね、ただ分かっています。針を刺して針で手榴弾が爆発したか、パーセントが伸びていく。ここは下強リーチを生かして針ヒット大上ダウン、空母本当たり撃墜が見えたかというところだったんですが、手榴弾とベクトル合成ちょっと B 上書きされて撃墜されませんでしたね。ジャストシールド1試合目と打って変わってかなり撃墜拒否がですね、うまく刺さってます。うおー、選手おっと今ね、少しでも前歓声入れてたらね、かすってましたよ、あの空母掴んで、下投げじゃんけん、これは読み勝って、クイヌからいやそうですね、空中前では飛ばない、針を投げつけていく 194%、 こうなってくるとまだ耐える。私はもう手榴弾一発でも当てられたら美味しいよと、空母もね技当たれば嬉しいからどんどん振っちゃうよっていう感じになりそうですけど、ほかほかもこんだけ乗ってますからね、もうなんなら中央からの横強とかでもありえそうですが、さあこの街のフェイズ徹底した撃墜拒否。さあ上から降りてきて、なんならもうこれ手榴弾直投げとかでも飛びそうです、はい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 、うおさすがの寿命撃墜でなんとか追いつきました。ただ138まで稼ぎました。飼育の重量考えればもう油断ならないどころか、一瞬でも気を抜けばう、なんか上様手榴弾を、おお誘いましたね外回避。まあ今ね外側にも反対方向にもスネークとあと手榴弾も置いてあったんで、はい、結構居場所に困る状況ではありましたね。さあ吸い込まれるように C4 へ誘導してリードを作ったのはリョペースネークです。ただリードされてもミスター R 側としては雑に攻めない堅実な待ち合いをしてますよ。ジャストシールドした今日反撃を取って空下暴れ、いや見てる大将の展開、その場回避が通った。うわうまいな、手榴弾持った状態で2段ジャンプ持ってきて着地狩りをかわしていくと。上強につないで空中しのまで、おっとまたこれは、あそうなるほど、下側から復帰シークカエルタクが多くないから、はい、下から行けば意外といけるんですね、はい、意外と安全だよと、まあ、シーク側がリードを取っている状況であれば空中下での道連れなんかも選択肢に入ってきそうですが、はい、
この状況ではそれはできませんから、密着で強攻撃当たった時に手榴弾拾ってしまうとかなり邪魔ですね。いやコンボ継続できないですもんね。さあ台の上、これはガード分かっていましたが、炸裂ガン崖を越えて下強先端空秒としから下スマッシュで撃墜まで、これ届いたの結構大きいですね。まだワンチャンあるような、なかったですね、はい、やっぱり最後影響ですね。若干高度が高かったんで超魚での着地スキっていうのが出ちゃいました、ね、はい、はいはいはい。さあこれでフルセット 2-0 続きだった今日のスマパですが、そうですね、ここに来て煮詰まってきた、はい。さあ、リョペイスネークは拒否ステージに悩んでいる状況、ね、難しい選択を迫られています。ミスタールも日本語でじゃあどこ行こうって言ってます、はい、そう、上手いんですよね日本語が散々言ってますが、かなり調子している、鼻高いな顔が横を向くと鼻の高さが目立ちますね。そうですね。さあ目薬を刺してグラトニーといいミスターアールといい本当にイケメンがですね、彫りの深い顔しますよね、はい。さあ行きましょう、どちらがここを勝つか。シーク対スネーク、ホローバスティオンが選ばれました。あ、言って、ね、中央にね、台のあるステージだとそこに C4 を置けてしまうと、はい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 、かなりの部分を制圧できる状況を作り上げられるので、ステージに対してこう圧をかけられる面積が相当広くなりますよね、はい。空中上から空中上、着地際空母が刺さって、そうですね、これ空母だと本当てじゃないとサイファーを消せないので、針を投げつつじれったい状況ですね。飼育側にとってはスネークの下側からサイファーで変えられる展開っていうのは、さあ崖上がりジャンプで待って針投げて DA は当たりませんが、 C4 と手榴弾ガードは大きく削れた。空母にシールド、おお暴れに、お互い暴れ、お互いにリターンタクを狙いに行った、はい。結構手榴弾当たった後とかね、不意に浮かされちゃった後って、まあ回避切りがせない。そうですね、まあそこを刺しに行った空中前だったんですが、ミスタールは空下を選択していました。もう爆発だらけでわけが分かんないことになってる。ガードはきっちり DA めくって反撃は取れず、空中前から空中前に繋いでいきたいところでしたが、手榴弾割り込み、さあ下投げからの読み合い、外転がりを読んで下スマッシュ、一気に外へニキータはかいくぐった。シーク側としては崖に炸裂ガンを置けると、まあ結構安全に、はい、崖を上がれるっていうところでかなり置きに入ってる印象がありますね。崖奪いで決めに行ったんですが、わずかに撃墜には届かず、おハリ超業、はい、回避がね遅いスネークなんで。さあ DA 刺さって、おおカス当てで反対に飛んだ。リョペイ選手からするとちょっとアンラッキーな展開だったでしょうか。2フレーム捉えていきます、はい。さあ看護部、おっと手榴弾落としてる、手榴弾が絡んで 29.4% は、ただシークからするとむしろまとまった火力の部類かもしれませんね。そうですね、シークのワンコンボぐらいの火力ではありますよね。相手の手榴弾自爆が手榴弾からする、手榴弾じゃないですね、シークからするとかなり大きいかもしれない。スネーク側からすると結構シークのこの針っていうのも、はい、手榴弾を安直には巻きづらい
針でね手榴弾を破壊するシーンが目立っています。制圧力、まあ針で手榴弾を直接破壊せずとも手榴弾持った状態針投げてガードさせることができれば、はい、まあ起爆までの時間っていうのを稼げる。はい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 、スネーク側としては非常に窮屈な。ガードに見合って、さあ中央台は自分の領域と。そうですね、完全に陣取ってますね。はい、言わんばかりの針。あー、お互い丁寧な差し合いだ。手榴弾爆発、投げ返して、無理に前に出ないミスタールに対して空対空の空中後ろ。さあここも捉えて一気にパーセントは5分。ニキータかわしたか、針投げて、さあまた四方すかさずセットしてる。この中央台をめぐる攻防をどちらが制するか。うわ、ね、今気まずいですね。ジャンプと回避と長距離全部使って深めの DA で差し込んだんですけど、意を決してね、当たらない上に手榴弾を拾っちゃうって。さあ大すかし投げ、避けて空母が当たっている、ね、じわ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 とラインを押し上げてって、横スマッシュ通しましたが撃墜はまだ。空母持続を生かして空中前から空、おっと手榴弾爆発だったんですが、高度が高かったのでもう撃墜のパーセントでした。さあ 21.6% と、まあ、ほぼないと言っていいくらいのパーセントの差ではあります。空前空中しろ。いやー、これは相打って手榴弾の落ち置いてる位置がいやらしくて、なかなかコンボ火力を伸ばせないですね。針、スネークが中央台付近にいるときって大体手榴弾も落ちてるような状況なので、はい、シークが技を差し込めたとしても近くに手榴弾があることが多くて、火力がそうですね、このようにかなり稼ぎにくいですね、はい、そう考えるとコロバスはかなり窮屈そうにも見えるか。着地狩りという観点で見ますと中央台しか逃げ先がないので、ある程度やりやすいのかなというイメージではあるんですが、差し合い面がかなり苦しくなっていると、はい、さあ残り時間2分を切りましたね。これもう空母崖橋付近怪しいですよ。空母の持続、手榴弾は丁寧に投げ返しながら後期を伺うミスタールシークです。ただちょっとタイムアップも可能性が出てくるくらいには残り時間が減ったが、これはどうする。シーク下今日当たらない、苦して行ってしまいたくなるような状況だったんですけど、さあただ崖と着地狩りで見せるかミスタールシーク、パーセント追いついた、はい、展開も美味しいですよ。ただそうですね、ここはキッチンガード、針を投げて、さあこれでちょっと待ちにくくなったのはリョペイ選手です。もしこのまま試合が終わればタイムアップ負けはリョペイスネックかということになりますから、手榴弾で自分が避難してしまって、はい、で上空で空泳をそのまま当てられるみたいな、そういう展開にもなり得るので、これワンチャン生まれてきましたね、ミスター R 側に。さあミスター R 選手今度は一転してお前から来いよの構え、手榴弾拾えない。さあぶれない立ち回り、はい、残り時間40秒を切って、これは結構お互いもうタイムアップ視野入れてますね。タイムアップが拾ってしまったか、切腹ミスタールもちょっとたまらず困惑、かわいそうそうですね、今若干あーこれにはまあちょっと当たらないような位置かなと思ったんですけど、はいはい、あれ当たるんですね。いやー悲しい結末でしたね。最後はお互いタイムアップを見れる状況だったんですけど、はい